ました。まずご飯を食べるんですけど、ここでカンジャンケジャンを食べたいと思います。楽しみ。わーい。なんかめちゃめちゃ雰囲気のある感じですね。では行ってきます。カンジャンケジャン。最高。これが食べたかった。追加できたケランチム。追加できました。すごい。韓国はこういうついてるやつが多いですね。多いよね。ふんだんにトッピングされてる。やばい。カンジャンケジャンをトッピングして卵とか韓国海苔をのせてる麻薬ご飯や。やばいこれ。それほんまに美味しいから。ちえさんおすすめの麻薬ご飯いただきます。いただこう。打ち合わせをしてたんですよ。軽くミーティングしてて帰ってきて今9時半くらいですか。めっちゃ楽しかった打ち合わせ。あ、そうなんや。どうやった？なんかすごい面白かった。そう、アジェバルパークさんのマネージャーさん、これもらった。何それ？日本ではまだ買えないフレグランスらしい。ダニエル・トゥルース知ってますか？聞いたことない。お疲れ。いや、1日目充実してる。だいぶ動いた。めっちゃ熱く暖房つけちゃった。いいよ。はい。はい。デイワン。めっちゃ髪の毛ボサボサ。ゆるゆるだ。え、どうします？何？マッサージ行くのか。マッサージいいよね。なんかさ、行きたいけど寒さに負けてしまう。寒さやばかってんけどびっくりしたんですけど。そこなんですよね。今はどっちの気持ちに傾いてますか？今？はい。この勢いですぐ出るんやったらいけるけど、でもなんかお風呂とか入って、ゆっくりしたらでも出たくなくなるか。わーい、餌やもらえた。ちえさんからの餌。今日の餌。こうか。ちょっとオリーブヤングで買ったもの披露しよう。あ、いいやん。まだ全然買ってないけど。まずね、オリーブヤングで。ワセリンのリップを買ってみました。ちょっと今リップの色が全くないので塗ってみます。塗ってみよう。見といてください。色つくのかな？あ、ついてる。でもめっちゃしっとりする。めっちゃ可愛いで。色リップクリームやのにめっちゃいい感じ。可愛い。めっちゃいいんちゃう？あと何がいいって使用感がめっちゃいい。そう、ほんまにしっとり。リップクリームって感じ。ワセリンメイドインコリアのやつ。あとね、4つパック買いました。これなんて読むんやろ。多分アビブなんか。とお菓子。以上、本日の買い物でした。というわけで Day1 はもしかしたらこれで終わりかもしれません。おはようございます。2日目になりました。今からヨイドのヒュンダイソウルという大きなショッピングモールに向かっております。そこにはね、結構おしゃれなお洋服屋さんが前回行った時にめちゃめちゃたくさんあったので行ってきたいと思います。お腹が空いてちえさんが元気が出ません。現代ソウルに着きました。行きましょう。種を購入しました。かわいい。ありがとう。ちっちゃ。かわいい。かわいい。めっちゃかわいい。このレイヤードというカフェは韓国にしかないそうです。どうでしたか、ちえさん。良かったです。黒髪少女初めて見て。黒髪やんって思いました。黒染め違います。黒染めやん。みんな黒髪なんです。みんな染めたことあるやん。ないです。素晴らしかったです。習字が。ありがとうございます。はい。無事にラルフローレンで購入できました。欲しかったやつ。そしてちえさん復活。復活した。よかった。おはようございます。おはようございます。爆睡してました。はい、というわけでいろいろ次の場所にも行きたいと思います。続きまして、韓国で初めての美容ということで肌の治療をしに来たんですけど、これはララピーリングといってピーリングの中でもすごく低刺激で、乾燥肌の私もダメージなく受けることができてとても良かったです。めちゃめちゃ透明感がアップしました。こちらのくるくるしていて光っているものは LDM という治療になるんですけど、本当に暖かくて気持ちよくて全く刺激的な感覚はなく、寝てしまいそうなくらい気持ちよかったです。はい、というわけで最終日のご飯に来ました。最終日のご飯はステーキです。美味しそうです。まだ来てないです。まだ来てない。見せられません。来たらまた載せます。早かったですね。早かった。一瞬、今日一瞬やんだ。あっという間すぎません？めちゃめちゃあっという間の韓国旅でした。って言いながら明日がね、朝活したりするから楽しみですけど、明日も楽しみ。確かにこれもすごいすごい。何このサプライズ。朝ごはんを食べに来ました。朝ごはん朝カフェをしに来ました。じゃーん、素敵なところ。はい、というわけで行こうと思っていたところが残念ながら閉まっていたので別のカフェに向かってます。ここ、かわいい。ここもかわいくない？めっちゃかわいい。別のカフェに到着です。行きましょう。レッツゴー。お空なんです。じゃー、かわいい。空港に着いたよ。これにて韓国旅は終了します。ありがとうございました。カムサハムニダ。空港ご飯です。最後の韓国料理。あ、いい感じいい感じ。